さんのちょっとオンライン自助会に入ったきっかけを、はい、教えていただきたいんですけどあ、そうですね。きっかけなんですけど、一応あの昨年の1月1日に入会して 1>、うん、まあ1年3ヶ月ぐらいになるんですけれども。はい、まあ私がそのメンタル疾患にかかってから、はい、まあなんか、その自分がどんな病気とかどんな状態にあるか？っていうのがちょっとはっきりと分かってなくて。まあ本当に目の前のただ不安とか。 しんどいっていうことだけしか目の前になくて、うん、かそういうのがよくわからないな、な、うん何だろうなってなっているときに、なんかまあ、ウェブとかでいろいろ検索したりとか、まあ、YouTube いろいろ見たりしてる時間があって、うん、かその時にドクターの YouTube の動画に出会って、うん、なんか動画見ていくと、なんか自助会っていうのがあるっていうのをそこで知って、うん、まあなんかその自分の、ね、病気の理解を深めたり、 うん、なんか私の周りにそういう病同じような疾患の人がいなかったので、なんかそういう、うんうん、つながりとかできたらいいなとか、うん、やっぱずっと生き、うん、づらさみたいなのを抱えて生きていたので、うん、なんか,、うん、なんかそうちょっとでもなんか楽になる方法とかあるのかなとか、なんかそういうこと、うん、うんがきっかけで参加しましまたどうですか、はい、1>, 1年入ってて。そうですね、うん うん、結構、その去年の1月から入会して、主治医とも治療を始めていて、薬物治療も始めて、うん、まあ精神療法とか、カウ、うん、ンセリングもかかってきながら、うん、まあ徐々によくなってきたっていう感じで、うん、なんか昨年の秋ぐらいから結構、ああまあ回復してきたなっていうような感じはあって、カウンセリングもやられてるんですね。まあ、そうでですね、まあ、認知行動療法なのでもう 全部終わってしまったんですけど、ちょうど昨年夏ぐらいには終わって。12回ぐらいって,ってことですかそうですね。プラス最後、フォローアップみたいな感じで、まあじ、トータル15回ぐらい、2週間で1回とか、えー、それぐらいの頻度でやってました。なるほど。そうなんですね。うん、<laughs> そうなんです、ね、<laughs> <laughs> なんか診察みたいになってます。<laughs> いや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 。えー <laughs> ちょっと僕もなんかような、はい、なんていうんですかね、僕もずっとこういう世界にいるというか、なんかよく分かって、よく分かんないとは言わないけど、なんか不思議なんですよね。主人の人とかも知ってるんですか、はい、自助会に入ってることは。そうですね、まあ、いや、言ってますね、こういうのに入ろうと思う。 っって言ったのか入ったって言ったか、ちょっとどっちか定かではないんですけど、うんでまあ、あんまりいい顔はしなかった、もちろんその内容を知らなかったっていうのもあると思うんですけど、やっぱり弱ってる時っていろいろね、かわされたりとか、そういうことがあると思うので、うん、多分そういうところを気遣ってくれたのかなっていうのはあるんですけど、うん、あんまり賛成でではなかかったですかねまだそういうカルチャーが日本にないんですよね。<laughs> うんと思います。うん どう,どうやったら根付くのかがちょっとイメージがつきにくいんですけど、イメージがつきにくいって言ったらだけど、う,ん、うん、そうなんですよね。うーん、うー、んうん、とか言って。<laughs> いや、なんかドクターが結構単独で、うん、まあこういう新しい文化という文化で筋を書いているものを作ってらっしゃるじゃないですか。こ、はい、れってなんか賛同する人って結構少ないんですかね、精神科医の方で。いやー、 そんなこともないですけどね。この前、何<ー>だっけ。ええ、あの名前じゃあ、んまりあれだけど、烏山の先生とかは、うん、あの、烏山って発達障害の、はい、あの、専門の病院、専門というか結構強い、昭和医大のやってるんですけど、昭和医大が烏山に病院作ってるんです、ええ、世田谷に。で、そこは結構発達障害昔からやってて、<ー>メッカみたいな感じなんですけど。 そこの先生とちょっと話をしたときに結構いい,、はい、いいよねとか言ってくれてうーんいや、なんか本当はもっとやりたいとか、あの国の方とかといろいろ患者会とかそういうピアノ場所を作ろうとしてるけど、なんか結構失敗してるっていうのが歴史上ずっとあるって感じなんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんですよね。で、なんか、まあやった方がいいと思いつつやって、 言ってるけどなかなかうまくい <laughs> ってるのかいってないのか <laughs>。だからなんかやっぱり治癒っていうことが何なのかっていうことを多くの人はまだイメージがつきにく、はいプロもプロも含めてよく分かってないんじゃないかなっていうのがう僕は思っているんですよね。はいうん、こののの前もなんかその韓国の そのブレインテックの先生たちと喋ったときも、なんかこう <coughs> 治、治癒のイメージっていうのが、なんとなくこう、今できないことをできるようになっていくみたいなフェーズの話ばかりしていて、なんかそれって本当に治癒と言えるのかがよくわかん,よくわかんないっていうか、違うだろうなと僕は思ってたんですよね。<coughs> う なんか僕が知ってる患者さんたちとか、あと男子会の人たちとかって、もうちょっと違うイメージで、うん、なんとなく、こうなん、なんていうのかな、酸いも甘いもかみしめて、でもまあ、うんあのー、教えれること教えていくかみたいな、だからそう。ううんそそでもまだなんかみんなよく分かってないことが多よくか、プロ側もよく分かってないって感じですよね。うん ううん、うんななですね、うん、なんか私の中で、まあ、ちょっとずつ良くなってきたっていうところで、うん、なんだろうそのやっぱりその自分のことが分かってくるとかなんか、うん、あこ,こういう病気であだからこういうことなんこういうふうになってるんだとかなんかそういうのとなんか分かってきてなんかそのうん。 まあここまではもう受け入れるしかないかなとか、なんかその辺がちょっと、うん、まあこれはなんかもともとのものであったりとか、まあどうしようもなかったりとか、けどここぐらいはちょっと良くなるよねっていう、なんかその辺がなんかちょっと見えてきて、なんかその辺から、あ,あこういうもんなんだなっていう、なんかちょっとより回復ができてきたっていうか、うん、なんかそんな感じはありました。そうですよね。多分、うん、他の患者さんたちって僕らと違うのは、<laughs> 他の人を知らないんですよねみんな患者さんが患者さんのこと知らないからなんとなくそのバラエティが、うん、バリエーションを知らないしその良くなった例とかもあんまりよくわか知らないから、はい、結局そのイメージが湧かないとか医師も、うん、医師もなんか23年ごとに転勤しちゃうと治療のイメージっていうのがなんか臨床の中でつかめないんですよね。 うん、僕とか開業してるから同じ場所でやってるから10年、はい、10年とは言わないけど7、8年見てる人とかもいるんですけど、だから10年、20年同じ場所でやらないと見えてこないから、でもそんな治療経験した人って少ないから。はい だからこういうことが起きてるんだろうなって、うん、<laughs> すごい思ってるのと、うん、あとはまあ論文にもしにくいんでこういう自助会とかでオフのところで口頭で伝えていかないと多分だめなんだろうなとは思うんですよね、はいうん、イメージしにくいですよね治癒ってなんとなくそうですよね確かになんか元の状態とかどうなるのかっていうのは結構 なんか私も全然見えてなくて確かにその自助会で結構いろんな人と同じ病気の人も違う病気の人もいるんですけれども、うん、なんかそこでなんか、うん、あちょっと良くなってきてる人とかなんか、まあ、まだちょっと、まあ、しんどいだろうなっていう人からいろんな人と関わってきてなんとなくなんかそういう自分だけ見てたら多分もうずっと分かんなかっただろうなみたいなところもあったけど、うん、そういうつながりができてなんかうん こういうことなのかなっていう、なんか自分の気づきとか、なんか理解結構早まったなっていうのはありましたそうなんですよね。う,ん、うん。まあ言葉にすれば結構単純なことだったりしますけどね。うん。<laughs> なんか <laughs> いや、いつまでたっても悩みはなくならないとか、<laughs> なんか<の> <laughs> 言葉にするとそれ,それだけなんだけど、これがね、腹落ちするかどうかって結構ね、 あのー、時間がかかるというか、なんというか、イメージしにくかったりしますよね。で、昨年の秋ぐらいから結構良くなって、うん、まあ、なんかそう、そこから、まあ、病気と向き合う、私の場合、不安障害とパニック障害とか、うん、まあそれに伴う抑うつ状態みたいな感じなんですけど、病気と向き合うっていうより、なんだろう、なんか病気のことばっかりそれまで考えてて、どうやったら良くなるかって、多分今、 参加者の人とかもう本当に目の前の一日一日が苦しい方ってすごくいっぱいいると思うんですけど、うん、あそういうのからそうもともとそうだったんですけど私もそっからけどこれぐらい良くなってきて、まあ、これぐらいからもう受け入れるかっていうふうになってきてなんだろうそっからは結構なんかいろいろ社会仕事とか家庭のことだったりとか、うん、しっかり向き合えていくとなんだろう、うん、なんかその自分の人間性とか、うん なんか、うん、なうまく言えない、なんかうまく、うん、未熟なところとか、なんかそういうところが次はなんか出てきちゃって、なんかその辺と今は、うん、まあ病気のこともそうなんですけど、うん、なんか自分のそういう人間性みたいなのとなんか向き合ったりっていう、なんかそういう今、うんうん、フェーズというか、そんな感じなんです。うんうん、なるほど。じゃあおも面白いですかそういうのは、向き合うのは。 やるのはは結構好きでですすねうんん、はいただ私も妻が、うん、あの結婚しまして妻がいるんですけど、うん、なんかそういう今はなんか病気のことじゃなくて病気のことばっかりじゃなくてそういうなん,かみなんか人間性とか未熟な部分と向き合ってるんだよねって言ったらちょっとん何言ってんのかみたいな感じでは終わ <laughs>、ね、<laughs> あんまり口外することじゃないんだろうなっていうなんか。 感じでまあそんなこともないんでしょうけど、ね、うんうん,なんかまあ興味ない人たちは多いよね確かに <laughs> 何も <laughs> そうですねあ意外と何も考えてないんだなってなんかその普通の人たちと話してて感じることとかあるのでなんかまあ人にもよるんでしょうけどなんかああそうなんだって思います、うん、考えてないよね確かにか確かにというか うん、不思議なんだけどね。なんか <laughs> <laughs> そ,うそういうこと考える必要はなかったとっいうことなんですかね。いやー、わかんないけど、なんかないよね。考えてないし、怒ったら怒りっぱなしだし、世の、うん、中の人ってよく、うん、僕もなんかずっとこの業界にいるからよくわかんなくなってるすけど。 だから何でしょうね怒った時に怒りのその先の人のじゃあ相手は何考えてるのかなとか考え出すとうん、うん、怒れないじゃなくなく,怒れなくなるじゃないですか。うん、わかります、うん。だけど世の中の人はあんまり考えないんですよね、そこまで。怒ったら怒りっぱなしみたいなで、うん、あの気がついたら怒りとか感情を忘れてるみたいな、うん、そういうことが多いんでそういうのを考えちゃうからしんどいっていうのもあるんでしょうかね。うん 考えちゃうからしんどいけど考えてしまうからね。確かに。うーん、なんか不思議だよね、確かに。はい、先ほどあの私も言ったと思うんですけど、ちょっと調子が、まあ、状態が良くなってきてて、今、そういう、えーとまあ、自分の人間性とかと向き合ってるっていう状態なんですけど、うーん、なんかやっぱりそのラあじゃないですオンライン授業会のメンバーの方でも、やっぱり状態が良くなってきて、あっ、 良くなってきたんで、退会しますっていう方って、まあ、基本的にはそのうう方が多いと思うんですけど、うん、けど、なんか、うん、なんかそうじゃない人ももちろんいて、私もそうなんですけれども、うん、なんか、うん、お世話になってきたし、なんだろう、うん、何か、どういうふうに、そういうちょっと、良くなってきたフェーズの人たちとかが、まあ、社会と向き合ったりもすると思うんですけど、なんかそういう人たちが、これから、 自助会に、うん、どういうふうに関わっていったらいいというか、なんかそういうビジョンって、ドクターの僕ですか。いや、はい、これはもういつも言ってるんですけど、まずその、うん、会社とし家しかないっていう状態は、おそらく苦しいんですよ、うん、みんなにとって、人類にとって。だから第三のコミュニティっていうのが必要で、うん、でその第三のコミュニティっていうのは、 おそらくオンライン上にできると僕は思ってるんですよね。でその中でボランティアをするっていうそのサークルにもみんな人は入るんじゃないかと思ってるんですよ将来的に、うんうん。だからサッカーとか趣味のオンラインサークルとかテニスのサークルとかでプラス1個そのボランティアのサークルとかにも入るんじゃないかなとまず思ってるんですよね。 年を取ってきたら、まあ多分とか、あのー、お若いのかなと思ったんですけど、僕は年を取ったら、やっぱり人を助けをする以上に楽しいことはないんじゃないかと僕は思ってるんですよね。うん、なので、良くなった人たちが、今度は自分の体験を話したりとか、その誰かのサポートをしたりとか、うん、まあ自分の余力の範囲内でやれたら最高だなと思ってるんですよ。 そのための、まあ、機会とか場所とか、うん、そのための道具とか研修する内容とかを提供できたらなと思っているんですよね。だ、うん、から早稲田ってあのなんか今も今閉じてるのかなまああるんですけどその社会人系の学校もあるんですよ社会人の人向けの。うんはい、でそういうところでなんかその。 なんか講師の人がいて、大学の授業みたいなのをちょっと受けたりしてる人たちがいて、うん、それ、それのその精神学版というかな、なんていうのかな <laughs>、うんそう。いや、別になんか話、単純なんだけどね、別に海外とかキリスト教圏とかは普通のことなんですよ。なんかちょっとボランティアする、まあ週1回やらなきゃいけないんで、うん、究極的に言ったら彼らは。 日曜日とかは教会ってその本当はやんなきゃいけないんですよね、彼らは。弁護士さんだったら弁護士の資格を持った仕事を、その講師として無料相談乗ってあげるとか、うん、まあ、なんかいろいろあるんですけど、まあ、それの精神学版というか、なんでしょうね、だから抗議できる人は抗議をしてもいいと思うし、うん、そうじゃない人は別に。 話を聞く相手でもいいし、まあ、いろんなこと、会うん、ことあるんじゃないかなと。そうしていく中で自分も成長してきて、幸せを実感しやすいんじゃないかなと思うんですよね。うん。<laughs> なんか、だからそのためにどうしたらいいのかってことを常に考えてはいるんですけど、僕らは。うん,うんなるほど。じゃあその状態が良くなってきたり、まあ、ある程度落ち着いてきたら、 次はその人助けをすることの、うん、良さに気づいてほしいみたいなそういう感じですか、ね、そうそうだから僕も何度も言ってるけど、うん、僕は医者になったから救われたと思ってるところもいっぱいあるんですよねうんうんだから感謝してくれるって嬉しいしそれをちょっとやればいいだけだから結構結構いいと思うんだけど <laughs> うん、うんうん そうだね。まあ、うん、そういうの楽しいと思うんだけど、<laughs> どうなんでしょうかいや、それはけど、そう思いますね。うん。ね、うん。僕もなんか、そう思ってるんですよね。なんから満たされると思うんですよね、心が絶対。うん。 だからそれがもうちょっとどうやったらみんながそのうまくこうやりやすくなるのかなとかを考えてるんですよね。だから究極<ー>医者がカウンセリングとか新知識がカウンセリングするっていうのは僕、うん、まあは下手な部分も多いんじゃないかなと思っているんですよね。愛し長が大事とかも言ったりもするだろうし。うん、うんうん、なんか自分自身思うのはやっぱりそのどこで成長したかって思った時に。 別に医者から教わったとか、先輩から教わったことが全部そのままなんか力がついたとは思ってなくて、なんか、この前もあった佐渡島さんとか、全然関係ない人との会話の中で自分がぐっと成長したりとか、気づきがあったりとか、心が癒されたりとかっていっぱいあるんで、なんか必ずしも、なんかプロががっつりカウンセリングすることだけが治療とは思ってないんですよね、うん、うん。うんうんうん <laughs> なんか難しい。<laughs> んううん、いでも、そうだと思いますけどね。うんうん、僕あの人とすごい大変だったんだよって話聞くと、うんうん、みんななんか、<laughs> まあそうだよなーとか、そういうのがなんかぐっと人を成長させたりしますよね。なんかああ、そこで成長。なるほど。うん、で幸せになったり、ね、う,んうん。うん、そうですね。なんか私、子供がいるんですけど、子供を見てて、うん やっぱりなんかちょこちょこ成長したなっていう部分が感じれるんですけど、よくそういうのを観察してて、うん、それってやっぱりなんかその新しい学小学校に行ったとか保育園に行ったとか、新しい人と関わったり、うん、なんか新しいことを始めたときに、うん、あなんかちょっと変わったな、うんこれ、変わったなって思うんですよね。うん、まなんかそういういのって多分 大人にも当てはまるんじゃないかなと思って、そういう新しい人と関わるっていうことが、結構、うん、なんか私も避けてきたことではあるんですけれども、うん、なんかそういうことと、うん、向き合うっていうことが、なんか成長につながるのかなって。そうですね、だから本当に、うん、まあもっとうまくやっていけば、月1回とかで、ね、誰か、どっかの大手の社長とかに来てもらっても、身分を隠してでもいいだろうし。<laughs> うんまあ、そういうカルチャーを作っていくってことが、うんまあ、いろんな意味で大事なんだろうなと思ってるんですけどね。ああ、うん。そ、うん、ういうカルチャーはそう、ね、自然発生的にこれから起こっていくっていう、あのオンラインの自助会とかじゃなくて、そのオンラインがどんどんあの発展していくと起こっていくだろうなって思われてるっていうことですか、ね。う,んそういうボランティアサークルみたいなのをおっしゃってたと思うんですけど。 うーんと僕は思ってるんですけど、うん、それをちゃんと言わないと多分伝わっていかないんで、ああうん、なんか考えているんですけど。あ、うか。うーん。あか、うん。どうなのか <laughs> うん。本当にそんな感じですね。うん,うん。う,うん。海外とかね、なんかそんな、もうちょっとね、偽善的なのかもしれないけど、 全然あるけどね、欧米圏とかは特に。うん。う,ん,うん。なんか、ドクターがおっしゃってたこととちょっと違うかもしれないですけど、うん、か人助けをすることが、すごく、なんだろう、まあ、自分にとってもいい,なんい,い効果というか、なんかそういうのって、うん、なんかその、うん、私もなんか結構自分のために何かやることって苦手なんですけど、うん、なんか別回周りの。 誰かのためとか、うん、なんかまあ家族の子供のためとかもそうです、仕事とかもそういう部分はあるんですけど、うん、なんかそういう時ってなんかまたなんか、うん、うん、それためそういう人のためにやった時っなんか、うんなんなんて言ったらいい幸福感というかなんかなんかあれなんですよね、<laughs> なんか、うん、<laughs> うん、モチベーションがあるんですよね。そうですね、うん、なんか、うん。 なんかそういうのは、なんか私もなんか感覚的にちょっと分かるところがあるかなって思いました。なんかそんな時代になるような気がしますけどね、なんか。わかんないけど。 私もちょっとそうですね、なんか、うん、うん、自助会でそういうちょっと考えてみようかなと。そうですね。できることを。はい、まあできることっていうか、まあ、なんか参加して話を聞いたりとか、うん、そうだねっていう、それだけで全然治療になるから、みんなの <laughs>。そうなんですね。<laughs> う,んうん、そうですね。うん。<laughs> うあとはどういうふうなマッチングがいいのかとかそういうことになっていくんでしょうけどね。普段はなんかこうここら辺が興味があるとか、はい、こういうことを学びなんか今考えてるとかありますか、うん、ちなみに。はい私はあの実はあの <laughs> ドクターの大阪での本のイベントでも参加したんですけど、うん、その時もセルフケアの重要さっておっしゃってたと思ってて。 私ももう、もちろん毎日習慣としてセルフケアってすごく大事にしてるので、うん、なんかそういうところを、なんか、うんまあ、例えばマインドフルネスとかを気軽にやれるようなイベントとか、うん、なんかそこから、 うん、なんかけどやってることって結構ただ呼吸みんなで呼吸に集中してるっていうなんかちょっとシュールだなって思うんですけど、うん、なんかそういう、まあ、みんなでやるっていうことに意義があるかなとか思ったりしてて、うん、かそこから発展して何かしながらマインドフルネスする会みたいななんか、うん、例えばご飯食べてもいいしなんかそういう勉強してもなんか家事しててもいいけれど、うん、なんかそういう うん、10分ぐらい時間とってそういうのをみんなでやってみるとかなんかそういう、うん、なんか私もメタ認知がある程度できるようになってすごく客観的に見れるようになったりとか、うん、なんかいろいろ考え方もやっぱり俯瞰して見れるようになって変わってきたので、うん、もちろん得て増えてとか特性の有無とかあると思うんですけどなんかそういうところに関われたらなっていう。 イメージはありますかね素晴らしいですね。なん,りい <laughs> なんとなくです、ね。はい。まあなんか必要なものとかあったらなんか作りますので、ん,なんかそうですね。今度、マインドフルネスのなんか人と会うんですよ、ちなみに。マインドフルネスの人ってどういう人なんですか,どんですか天文の人ですか このスティーブン・マーフィーさんって人と今度、そうなんですよ。これは今度本を出すみたいで、そうなんですよね今度お会いする話になってて、うん、スタンフォードのなんか先生みたいですけど、はい、また何かいいのがあったら。 皆さんにすぐ還元して <laughs> あ。ありがとうございます。<laughs> はい、なんか対談みたいな感じですか動画にされたるとか。そうです、そうです,そうです。ですその本の発売に合わせて日本に来られるみたいで、はい、ちょっとお会いして、うん、お話をして。でも、あの彼らはその逆輸入的にその、うん、学んでいるんですけど、僕らはもうすでにあるものなんで。はい うん、本質的には、はい、自然の良さとか <laughs> 日本の持ってるその良さにもう一回こう気づけばすぐ僕らの遺伝子に組み込まれているかできるはずなんですけどね。うん、そういう話なんかややこなんかちょっといで、ね、分かりました。<laughs> はい。<laughs> <laughs> させていただきます。<laughs> はい。また話します。<あ>はい。はい。貴重な機会ありがとうございます。画面をこちらに。